有名なシーン来ました。召喚獣バトル始まりだ。戦争だなもう。すげえ、なんか違う惑星みたい。ここも「タイタン」やっぱでかいね。再生するんだな召喚獣の力で。すごい、ぶち殺じゃてめえは。おい、ジャスト回避。ワイルドファイヤーで高速移動な。前やった操作と一緒だな。やべ、回り込め、危ねえ。お、金融だぞ。空中戦もできるんだ。どのサイズでこれでこんなでかいの入った。見るなこれ。はい、無駄にタフいやつだぜ。おっしゃ、テイクダウン。なんか必殺技が何か使いたいけどね。45万やばすぎ。ここは縁談だね。遠距離でペチペチやっていくわ。映画だねこれ。なんだ、コピーできるのか。プリムストーンをラーニング、すげえ。クライブの吸収能力やべえな。ストーンスロー、ただ岩投げ取るだけスローで。だからストーンスロー。あ、そうなんだ。すげえ、バリア覚えちゃった。やばいな。よっしゃ、めっちゃ地道。
召喚獣バトル結構簡単かもしれない。はい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 。クライブでの戦いが一番難しい説。召喚獣はもうボコボコですわ。はいはい、55万、えぐ。おっと、すごいダイブだよ。あと打ってりゃ勝てんじゃない。おっと、こんな小さいフリーとかどうやって勝つのってなるけどね。ほんとバカでかいんだけど。うおーすげえ、柔道技使った。こっから覚醒すんの、エーテルクって。大地の怒り、うおあ、もうドラゴンボール。この荒野とかナメック星だもん。地球滅亡の危機みたいな。なんだとこれ。すげえやん。エーテルの力とんでもねえな。どうやってこんな小さいやつで倒すんだ。ほら、円弾飛ばしまくれ。なんか面白い展開になったなこれ。壊せ壊せ壊せ。FF 変わったな。ノリノリだし BGM。道を作ってくれた、ありがたい。うおーすげえ。もう映画だねこれ。かっこええわ。やば、あんなんどうやって壊すの。ひたすら火の玉打つの。ダメージがなっちゃった。地味に左右に動けるんやな、ほんとに。
やば。フリートどんだけ強えんなって思っちゃう。いけ。相手の力を利用してぶん投げる。デビルタイタンや名前。今気づいた。こっから殴るか。腕も殴れる。うわやばい、こっちじゃない。殴れ殴れ。いやこれマジ負けれ、負けたらめんどくさいわ。どっから始まるかわからんし。あーこれジャンプだ。あぶない。いいよいいよ。ツースリー、地道すぎる。もっと削らしてくれ。くそ。2、3。 OK、 テイクダウン。いいダメ入った。めっちゃ地道やん。飛べ。また登ってくぞ。なんかデビルメイくらいにさ、こんなシーンなかったっけ。ストーンスロー。うわーしくった。ブリムストーンで避けなあかんわ。やべ、マジでやべ。くしょー、撃て撃て。危ない。よっしゃ。名前付きの技が来たらブリムストーンだな。ということな。でこの衝撃矢はジャンプで避ける。あいかん、食らっちゃった。おっしゃ。あふ。オッケー、テイクダウン。
52万もう何でもありだな。来るぞ。次は何？衝撃波飛んで、コンソロ来た。はい、パンチ、逃げろ。ワン、ツー、スリー。お、70万。空中攻撃強い。一番 DPS 高い。よっしゃ、もうちょいだろ。一本強いやろう。うおー、36万、いいだろ。うわ、ナイス。弱った付け根を狙うとはいい考えだ。宇宙まで持ってかれそうなんだけど。あれ、何これ、操作できるの操作できる俺は一体何を狙ってんだこれは。あ、そうか、これ狙うて出とるで、これで当てんのか。なんかシューティングゲームになった。シューティングゲーム、急に狙うとか来るから焦るな。痛い、まずい、まずい。敵も狙わなあかんし、自分に飛んでくる岩も防がなあかんし。ふいふい、ファイヤー、ヨガファイヤー。うわ、脳天突き刺したれ。自分の攻撃で負ける愚かなやつめ。飛び蹴り勝ててよかった。まだ生きてんのかよ、嘘でしょ。もう俺体力ねえって。危ない危ない。おい、渋って。よし、避けられるよ。やばい、体力引き継ぎなのが辛いね。これ難易度上げたら召喚獣バトルデラ下りそう。お
恐ろしいな。はい、やばい、召喚獣バトルマジで大変これ。今度は途中でお腹痛くなったらどうする。ちょっとタイムとか言ってる。おっしゃ、おら俺の左ストレートくれ。閉じ込めた。なんて強靭な顎なんだ。エーテルを食うか。イフリート覚醒、パクパク食べて覚醒。すげえ、タイタンの力や。覚醒イフリートになっちゃった。やば、殴り合いだこれすげえ、なに、拳対頭。決まった。決まった。俺は何分戦ってたんだこいつと。